チッスチッスチッス、こんにちは。本日は10月の3日になります。トマトのですね、作業自体摘心も終えて、作業自体もそこまで、ありませんけども、今日はちょっとその後のですね、作業がありましたので、ちょっとその作業をしながら、説明しながら撮っていきたいと思います。よし、本日は芽かきを、もうちょっと一回り、してきたんですけども、芽かきをですね、摘心の後に芽かきをですね、していきたいと思います。作業はですね、こんな感じで、まあこの脇芽出てますけども、まあこれ全部取るんではなくて、まあ、摘心っていうか、まあ、葉っぱをですね、何枚か残して、こんな感じで積んでやるという作業をしております。はい、摘心後のですね、注意としまして、劣化劣皮を前回のですね、摘心の時の動画で説明したと思いますけども、その後このようにですね、脇芽がちょっと伸びてきて、無駄なですね、栄養がこちらの方に流れていくので、ちょっと玉の肥大がですね、を良くしてあげるために、ちょっと脇芽をですね、こう取ってあげたいんですけども、やっぱ取ると割れがですね、ちょっと怖いので、ということで、1週間前にですね、1頭とりあえず嗅いでみました。嗅いで一応玉のですね、様子を見ながら、嗅いでいいかなというタイミングをですね、測ってですね、一回回ったところ、その後割れのですね、ちょっとそのひどく割れているとか、そういう症状はですね、なかったので、もう思い切って全頭こんな感じで取っていってます。はい、細かく全部こう取る必要なくて、まああんまり伸ばすとですね、この通路も通りにくくなりますので、この玉が隠れるぐらいのですね、葉っぱを残して、やってあげると、まあ日陰もできてますし、日焼け化のですね、防止にもつながりますので、はい、と玉のですね、肥大をですね、促進してあげるという意味で、今の時期にやってあげるといいのかなと思います。はい、この摘心後の脇芽をですね、1回今日ですね、今してますけども、もうこの後は多分おそらくしません。あとはもう伸ばし放題で、次はですね、まあ私たち無加温栽培で、霜がですね、降りて、もう玉自体もですね、もう氷点下になると凍ってしまいます。霜が降りて凍ってしまいます。もうその段階でもう収穫は終わりになりますので、まあ、霜よけのために、あとは伸ばしてあげてですね、ちょっと、まあ、多少ですけども屋根をですね、作ってあげるという意味で、今からこの脇芽を取った後はですね、もう伸ばし放題で伸ばしてあげると思います。こんな感じで今日はですね、脇芽をしてますよということで、摘心後もですね、脇芽も一回してあげますよということをですね、お伝えしたくて撮っております。ういっ、いい感じで、もうざっとでいいですね。もう葉っぱに3枚残してですね、日陰を作るイメージで、また通りやすくするために脇芽を刈り上げる。これもですね、した方がいいですとかいうことではなくて、私はこういう作業をしてますということで、説明をさせていただいております。よし、こんな感じで、もうこう通路の方にですね、こう伸びてきてるので、こういうのがどうしても収穫の時に邪魔になってきますので、あとそういう脇芽がですね、枝が引っかかったりして、木自体も折れて、たまに影響がですね、出てしまいますので、そういうのもですね、防止するためにしてあげるという意味もあります。よし、
皆さんどうですかね、和礼とか、あその後なんか悩んでることとかないでしょうかね。はい、私は今ちょっと尻腐れがやっぱ前も予想してた通りですね、ちょっとやっぱ尻腐れが、あ今年はあんまりなんですかね、出ないかなと思ってたんですけども、やっぱこの収穫時期段になってくるとですね、あ目立って、あ尻腐れがやっぱ多かったなという今印象を持ちながら今収穫しております。結構多いもんな尻腐れ。まあでも収穫量としてはそんなに下がってない、そこまで落ち込んで ないと思いますので、まあ、そこまで気にはしてませんけども、まあ来年の課題でもありますね、そこは。はい、笠玉からのですね多分影響が出てきてますので、そこら辺のですね非売管理だったり水管理、また温度の管理とかですね、湿度の管理とか、まあできる範囲でやっていかなきゃいけないのかなと思ってます。はい、こんな感じで脇芽をザーッとですねやっております。これを下に落ちてるやつはもう後からちょっと枯れてからですね、トンボかなんかでこう集めると簡単に集まりますので、まあ、下に置いとって枯らしてあげると元から回収しやすいので、ざっと落としながらやっていってます。よし、 OK、 今年はちょっとハウス立てが結構ありますので、まあ、そちらの作業もですね、やっていかなきゃいけませんので、収穫が終わって、うん、そちらのですね動画も撮っていきたいと思いますので、ま、休みの日ハウス建ての見学とか勉強鍛えていう人は来ていただけると何らかのアドバイス等をできるかと思いますので、遠慮なく来てください、遊びに。はい、私たちもそういうね、農家さん、トマト農家さんだけじゃなくて農家さんと、お話しできるとですね、いろいろとで刺激をもらったり、勉強になることが多いですので、ぜひ阿蘇にお越しの際は見学にいらしてください。そして阿蘇にはいろいろな美味しい食べ物がありますので、また宿泊施設とかもですね、充実ですので、泊まりに来て夜飲みに行ったりするのも楽しいですので、ぜひ遊びに来てはいかがでしょうか。そして見学に来ていただけたら嬉しいです。はい、それではここら辺で終わりたいと思います。はい、今から割れ日焼け皆さん注意しながら作業をですねして、また水管理とか肥売管理、まあ、私はもう肥料の方は上げてませんけども、はい、またちょっとやることもあるかな、ちょっとはですね、そういうのも注意しながらやっていきましょう。まあ、単純な作業ですけども、ご視聴ありがとうございました。よし、またチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。よし。